あなた運がいいんだって。漁師になりたい、命と向き合いたいと恩師に打ち明けたネット記事を見ました。アンさんや自分の子供、ましてや世間に向き合えない人間に命と向き合えるわけがないと思ってしまいます。ケンケン先生どう思われますか？サイン入りエコバッグ希望です。ありがとうございます。イカレさん、そうですね、まあこういうのは記事にされると思って言ってるんでしょうね。こういうの言ってたらですね、あの人はまたまともになったとか、そういうの言われるために言ってるんじゃないですかね。橋本真也もですね、トニーホームっていう外人負けたからですね、その滝行に行ってたんですけども、滝に打たれるのが週刊誌が来た一瞬だけ滝に入ってですね、そこで写真撮られたカエルというね、まあ芸能人とかプロレスラーに多いパフォーマンスですよね。滝行やっただけで勝てるはずがないんで、まあ東出さんもそう言ってればね、自分のこと好きだったファンのね、何パーセントか戻ってくると思ってこういうことしてるんでしょう結構、まあ、ありますよね。スキャンダル起こした人間が、カメラ来てる時だけ、ゴミ拾いのボランティアしてるとか、坊主に丸めて、施設に行ってね、介護してるとか、これあるあるじゃないですかね。渡部さんもなんかその介護みたいに行ってたんじゃなかったでしたっけね。結局、パフォーマンスですよね。東出さんも、こういう風に言ってる、多分この日もどうせ女の子を口説いたりしてると思いますからね。まあ、そんなに簡単に人間っていうのは、性根が変わるわけじゃないんで、1日2日ね、街のゴミ拾っただけで、性格が改心したり、世間の人がねそれでああ偉くなったとそんなわけがないんでね。まあでも信じやすい人はそれでもね素直に信じてくれるんでしょうね。あーなんかゴミ拾いしてる賢いわとか、あんな悪いことしてたのにみたいなのがなると思いますね。安直やなと思いますね。安直よく言いますもんね。刀作ってる職人見たら刀鍛冶になりたいとか、マジで中二病ですよね。ほんまよう言いましたわ。すぐ感化されるやつね。なんか見たんでしょ、どうせ漁師のテレビとかね、これやみたいな思ったんでしょうね。これ言ったらかっこええみたいな感じなんでしょうね。あるあるっすね、あるある。そういうのやめといた方がいいと思いますけどね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。ケンケン先生こんにちは。私はちゃんとした仕事をしたいです。いつまでもバイトは嫌です。ちゃんとした仕事をしようと思うと、トラストリテラシー高い人間関係、それなりのスキル、私の信用、そういったものが必要だと思います。どうしたら好循環に入るんでしょうか？ああ、なるほどね。まあ、いい考えですよね。好循環に入るにはですね、いい仕事を見つけないとダメですよね。いい仕事を見つけてですね、まあ自分もね、いい状態にならないとダメなんで、より高みを目指すような仕事をするしかないんですかね。ただね、仕事場ってみんながみんな善人とも限りませんし、ちょっとね、ガチャ的なことがありますよね。人間関係はね。人間関係は正直ガチャなとこあるんですよ。それこそ、上場してる会社に勤めようと嫌なやついますし、誰でもね勤められるような仕事とこ行ってもいい人もいますし、人間関係だけはちょっと僕はガチャがあると思いますね。どんなみんなが認められている素晴らしい仕事であろうとも、職場にやっぱ合わない人っていると思うんですよね。例えばこんだけ高級公務員とかですね、すごい国家資格みたいなのがないとできない仕事、みんな素晴らしい人だっていう仕事行ってもですね、自分と合う合わない人っていますから、その人が悪いとか、その人が人間的汚いとか卑怯だとか、そういうことじゃなくてですね、特にその職場が10人20人いたら全員自分とね会う人間って不可能ですからね。そこはもうしょうがないと思いますよ。その無理に狙わなくても。あとね、これ一定層いるんですけど、なんか仕事はすっげえめちゃくちゃできんのに嫌なやつっているんですよね。これは本当に確実にいるんで、しょうがないですよね。この人ちゃんとしてたらすげえモテんのになみたいな、いますからね。人は無理と思いますね。ガチャだと思いますけどね。そうそう、マミモンさんの言うね、そう有資格者あるあるみたいな。うちのメンサ君とかはメンサの会員証を持ってるんですけども、基本なんか人間的にいい人間で優しいし、そんな別に自慢とかしないし、おっとりしてるんですけども、僕もう一人別の知り合いで、メンサの資格会員持ったやついるんですけども、そいつめっちゃ嫌なやつなんですよね。ものすごい自分からメンサ会員であることをどこでもアピールするんですよね。持ってんのは素晴らしいと思いますし、みんながみんな取れるもんじゃないんで、わかるんですけども、そういうやつやっぱいますよね。だから人間として出来はね、能力が高いのかもしれませんけども、常にね、カードとか見せるんですよね。5、6人のご飯会みたいになったら、なぜか自分のそのメンサのカードを自分のテーブルのとこ置くんですよね。パスポートみたいに。そういうやつもいるんで。メンサ君なんか逆にね、メンサの資格あるのに、いろんな人が集まっても、一番カースト的に低くなるというか、めっちゃ全然頭の悪いやつにでも命令されたりとかすると思いますね。マウント思考型じゃないんで、まあそうそう、それしか誇れるのはないんでしょうね。結構出来が良くてもね、人間的におかしな人もいますから、
そこら辺の人間関係はガチャなんで、なあちゃんさんがですね好循環に入りたいんだったらですね、自分自身だけ頑張る、ちゃんと努力もしてっていう感じですね。まあ人にも優しくしてみたいな、なあちゃんさんがそうしてるとですね、まあだんだんそういう人が周りに増えてくるかもしれませんね。まあ類は友を呼ぶって言いますから。ツイッターフォローしてね。私の母は下腹部の痛みが続くので症状をネットで調べたところ、一番最初に出た記事が10年以上前に書かれたスピ系のブログでした。家族が痛みに苦しんでいるのにスピ系の記事が出て腹が立ちます。今朝母は父と病院へ行きました。プレゼントは先生へのサインノートをお願いします。ありがとうございます。まあそうなんですよね、こんな風に適当に書く人間とかですね、子宮系スピーチャルとかね、要するに病気とパワーストーンとかね混ぜてねやる人間がいるのひどいんですよね。病名書いたらもうそれだけ薬器法いかれるんで、そこら辺が緩いんでしょうね。病気計画のが一番ダメなんですけどね、そこら辺はまあありがたいことにこっちの突っ込みどころなんで、まあ不安症法なんでね、何か言ってっていうのは病気とかねそういうことを言うのは不安症法ですから、まあダメですよね。このゆかりさんが言うのはもっともで、病気とかなるわけもないですし、スピケが出たらムカつくの分かりますね。大丈夫やったんですかね、下腹部の痛みは続くって書いてますけども、適当なブログとかねそういうのは書かないでほしいですよね。詐欺師の報告は気づこうかいまで。食べログ見たけど失敗でしたってお店はありますか？4月1日の投稿です。はい、ありがとうございます。これは結構ありますね。今は食べログの見方は結構分かったんで減りましたけども、昔はねどれが偽アカウントでとかってあんまり理解できてなかったんで、食べログが始まった時は昔は多かったですね。今はもうさすがに騙されなくなったんで、あーまたこいつかみたいな、こいつ書いてなてんならんなとか、たまに金もらってる桜だなとかあるんで、なんで本当に結構信用できないのがありますね。食べログのあるアルゴリズムがですね、もう結構は信用に値しないんで、20件とか20何件つくまで、まあ 3.0 なんぼとかのままですし、もはやね、管理できてないんですよね。どうかと思いますね。そう、桜も信用できませんし、微妙だと思いますね。今はでもあんまりミスんないですけどね。あとまあ点数はまあ当てにしないようにしてますね。結構忖度入ってたりとか、こうインフルエンサー系の人がやる店とかですね、あとね、ラーメン屋とかでも、あとまあ高級パン屋やってるやつもそうなんですけども、なんかバズらせ方うまい人がいて、ああいうのって多分ね食べログのレビューアーをね結構抱えてるんですよね。なんでその系列の店がラーメン屋を出した時とか絶対にあのすぐ流行るんですよ。流行らせ方とかを熟知してる人がいまして、かつ食べログのレビューアーさんを抱えてますね。直接抱えているのか、桜のね会社と提携してるのか分かんないですけども、味とか関係なく流行らせるのうまいとこはうまいですね。まあ大阪でも有名なラーメンチェーン店とかは味関係なく流行らせ方がうまいですね。すぐ並んだりとかするんで、美味しさが全部比例するわけじゃないんでね、流行ってるのに入ります。流行らせ方があるんで、美味しくなくても全然流行りますね。もうそれは間違いないですね。もう今はあんまなくなったんですけど、もう昔はミスりましたね。悩み相談はマカロンまで。私は15年ほど前オーラの泉にハマってました。江原さんは人は死に方を決めて生まれてくるみたいなことを言っていたと思います。これを聞くと戦争や自然災害で同じ日に同じ場所で死因も同じ人がたくさん出ることにおかしさを感じました。ケンケン先生の動画きっかけで脱スピできました。ありがとうございました。ああ確かにね、あの人ら適当なこと言ってるんで何も考えてはないですよね。それっぽいことを言っとればいいわっていう感じですから、いつまで経ってもそのスピリチュアルとかこう何かしら関係してくるかもしれませんね。日本だとね、例えばお墓参り行くとか神社行くとか賽銭投げに行くとか、そういうのを善行と捉える文化になってますから、例えばね私毎日神社行ってるねんとかお寺にお祈り行ってんねんって言ったら、まあ、教会行ってるねんみたいなこと言ったら、あなんか偉いねみたいな感じのノリになりますやんか。そういうのはもう本当にもう考え方というか、もうそういう風な文化の中で生きてますからね。まあスピの人は結構適当にね言ってるんで、何も理論がないですし、データもないですし、証拠もないですしね。まあこういう番組流行るんでしょうね。ズバリンの番組流行ったんと一緒ですよね。そういう環境で生きてるんで、そうですね、あのヨウさんのように墓参り来ないくせにっていうのは、墓参り行ってないと悪いっていう勝手なねことになってますから。昨日もねちょうどご飯食べてたらね、横の人がそんな話してたんで、どこの神社行ってるとかね、なんか会う神社会えへん神社とかね、何の話やと思いながら聞いてたんですけども、そういう風なのが根付いてますからね。今さらそこら辺が商売っていうのも気づかないかもしれませんね。そこに気づく人が何人いるのかって感じですね。
日本とかに住んでると難しいかもしれませんね。別にそのなんかめちゃくちゃ悪いことでもないですし、そう言ってました、合わない神社合う神社みたいな。なんでそうああいう風に石売るやつとかが出てくると思いますよ。どうしようもないやつが出てくるんでね。要するにパワーストーンとか買ってる方は買ってる方で、別に悪いことしてるっていう考えはありませんからね。石買ってるのとかはいいような感じで買ってるんじゃないですかね。そうですね、そう商売に組み込まれてますからね。先ほど現在のエタマエマータソンを見て驚きました。ああ、見た見た、僕も見た。痩せこけてまるで老婆のようです。あんなに綺麗だったのに、彼女に何があったのでしょうか。インポスター症候群と何か関係あるんでしょうか。はい、あります。これ単なるシャブ中じゃないですかね。エマワトさんはシャブ中だと思いますけどね。これこそ、リアルに、生娘をシャブ漬けってやつじゃないですかね。おかしいな痩せ方ですからね。なんていうんですかね、ちょっと、ダイエットで痩せましたとかいう、そういう問題じゃないんでね。ガリガリですからね。エマワトさんに見えないんで、誰みたいな、ツイッターでも本人じゃないでしょみたいな結構ありましたからね。あれは多分まあシャブじゃないかなと思うんですけどね。日本もそうですけど、海外もっとそうなんですけど、子役で売れた場合絶対そういうのが寄ってきますよね。みんなボロボロになりますよね。あーそう、ドリュー・バルモアさんもそうですし、マコーレー・カルキンとかもねそうですし、とにかく海外子役で売れた場合はまあまあその道は険しいですよね。お金持っててまだ善悪の判断もつかないんで、悪い奴がいっぱい寄ってくると思うんですよね。日本どころじゃないと思いますね。チャブの売人とか、怪しいのとかが、エドワード・ファン・ロングもそうですね。いや、海外も寄り方が別なんじゃないですかね。エドワード・ファン・ロングは、ターミネーター2に出てた少年なんですけども、あの当時、世界で一番男前と言われてたんですけど、まあ、あれは間違いじゃないですね。全人口を見てるわけじゃないですけども、ターミネーター2の時のエドワード・ファン・ロングは、世界一の美少年と名乗っても、それはもう言い過ぎじゃなくて、多分正しいですね。半端ない美少年。少年でしたからね。あれがボロボロになりますからね。あのうん、エマワトソンもなんか寄ってきたんでしょうね。子供なんでね、防げないですよね。これやったらあかんとか、悪い大人とかがね、これやってみーとか、金とか使わすために、ないことないこと言ったりとかして、攻めますよね。ちょっとやってみーとか、ケミカルとか、ああいうドラッグ使うと、やっぱやめれないですからね。かわいそうな気がしますね、海外の子役成功者は。みんなボロボロになるんでね。まあ、日本もそうですよ。日本も、あんまりこう言われてないですけども、皆さん覚えてるかわかんないですけど、小連れ狼の大五郎役覚えてますかね。西川くんチャーンって言ってたね。あれも成人してから人殺してましたからね。子役からあの世界にいると普通と違うと思うんですよね。もうあんだけこう小さい時に狼一頭がバタバタ人を刀でね殺してたら、殺すのオッケーと思うんでしょうね。狂います、やっぱり。そう、知らない人多いんですけど、いや、やっぱり僕はそれのせいっていうのあると思いますけどね。チャーンって言ってた何歳ですかね。もう4歳5歳6歳ぐらいあの大五郎。おそらく小連れ狼のシリーズ中に100人ぐらいは狼と人をまあ役ですけど殺してると思うんですよね。やっぱり脳内残ったりとか、そうごっつええ感じのねコントでやってましたよね。東野さんが狼一頭で、松本さんが西川くんでやってましたよね。で今田さんが監督みたいなんで、西川くん西川くんって言ってねやってましたけど、はい、あの状態よりひどいですからね。あんなに若い時からあの世界にいると狂うのはあると思いますけどね。絶対一般の僕らの育つのと違う。なんか内山くんとかも一回しくじり先生とか出てましたよね。やっぱ金の使い方おかしくなったりとか言ってましたよね。内山くんとか家族崩壊とか。確かね、内山くんだったと思うんですけど、しくじり先生なんか出てたと思うんですよね。子供からタクシー使ったりとか、先生がお金貸してくれとか言ってきたりとか。確か内山くんだったと思う。しくじり先生出てたと思うんですよね。で、あの世界は一筋縄でいかないと思いますけどね。だから僕もね、おっさんになってからまだ YouTubeやってよかったと思うんですよね。若い時とか17、18とかやってたらなんかこう狂ってたりとかすることもあるんだろうなと思いますね、やっぱり。まあ昔から別にそんな変なことはしてませんけども、でもやっぱり若い時ってそんなに制御がやっぱ大人と違って効かないと思うんですよね。渡辺真帆人くんとか若い子でそういうのやったりとかすると歯止め効かなくなるんだろうなと思いますね。おっさんであってよかったですね。おっさんであって。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。記事公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。ツイッターはチャンネル最新情報、インスタグラムでは火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。